皆さんどうもでございます。今回はこちらの PQ ですね。07、弾けて混ざれ、潜在ですかね。こちらの PQ を E ランクでクリアしていきたいと思います。初見では B ランクでクリアしたんでね、A ランク以上でね、クリアしていきますよ。言われなくてもそのつもりだ。OK、やっていこう。だだだだだった。どうしようかな。じゃあ、ゴッドを使っていこうか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力。見せてやる。見せてくれよ。オッケーオッケーオッケー。孫悟空ゴッドスーパーサイヤ人2を使っていくからね。よろしくお願いいたしますよ。B ランク以上ね。クリア目指して。弾けて混ざれ。大猿ベジータを倒せば成功条件ですね。クリアになります。失敗条件は参加メンバー全員の体力ゼロ。制限時間経過によりアウトになりますので、要注意。やってきた。スタート。まずはいきなりベジータがいる。人工マンもいるね。雑魚がちらほらといるよ。よし。ボタンです。で、次ベジータ行こうか。よし。オリートサイヤ人の圧倒的パワーを見せて。見せてくれ、ベジータ。いきなりです。ボコボコにしとるけどね。あー、これでノーダメはなくなったな。まあ、いったん。一応カメハメハ行こうよ。グッバイベースボール。いただきました。これで討伐完了。いけたね。素晴らしい。終わったんだよ。もう試合はゲームセットだよ。ね。9回裏は終わりましたよ。それでも負けを認めないって、お前何なんだよ。ちょっとノーダメクリアがなくなったのみたいな。よし、討伐完了。ゲーじゃねえよ。ゲーってなんだ。で、お次はどっち行けばいい？おう、ポッと着地していこうか。大猿ベジータいつ出てくるんだろうね。まず初期ベジータを今倒したよね。またここに戻ってきたら大猿化してるかもしれない。さて、ラディッツ出てるじゃないか。兄貴何してんの？ねえ、兄貴こんなとこで何してますの？落ちこぼれの兄貴。弟に余裕で負けとるがな。同じ地の人間とは思えんよ。なんでここまで血に違いが出たんだろうね。めちゃくちゃ当たっとるがな。はい、グッバイ。セリフ中にごめんね。ええ。くそー。この俺が、やられるとは。いやいや、やられるとはって、だいたいやる前から君を気づいてたでしょ。あ、いや、あかんなと。これあかんやつ来たなって、だいたいわかってるでしょ。オーラ見たらわかるでしょ。そのスカウターは何なんだ？反応してねえのか？本来割れてるからね、そのスカウター。なんで割れてねえんだよ。ねえ。もう目刺さってるからね、破片が。毎回気になるわ、あれ割れる時にね。強い気を持った戦士が現れれば割れるんですけど、目刺さってねえのかなと、破片が。痛くないのかなって。毎回ちょっと疑問に思ってた。子供の頃からね。さあやってきた。あ、ナッパだね、これは。挨拶？挨拶してくるよ。何くれるの？魔法の言葉？イエーイ。さて。腕が締める。何言い訳するんだ。格好悪いわ。みんな言い訳するね。超カメハメハ。あ、グッバイナッパ。お疲れ様のサカーは。ベジータン倒されなかっただけ運よく思え。これで倒してやったんだ。はい。で、これで戻れば、おそらく、大猿ベジータが出てきてるはずだと思うよ。どちら？どこだ？どこだ？どこだ？あ、こっか。はい、岩山ね。レッツゴー。戻る。そう、ヒルなんです。L なんです。おや？大猿ベジータ。来たね、ほら。合ってるね。ラディッツナッパを倒せば。見にくくて嫌だが、大猿に変身してぶっ潰してやる。ならやめたらいいじゃん。あ、逃げるのか。この俺様の大猿は半端な強さじゃないぞ。って言いながら逃げるってどういうことよ。あ、来たね。降りてきたね。結局ここでの戦いでしょ。はいはいはい。笑ってる。どうだ。これで貴様はもう情緒不安定すぎない？オッケー。おー、ノー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 。大猿は攻撃力が高いからね。気をつけて。そして緑のゲージを減らさないとダメだからね。あ、超カメハメハ打っとこうか。これで終わりかな。はい、終わりましたね。ベジータごめんね。ごめんね。醜くて嫌な姿になったのにあっさりと倒しちゃったよ。さて、これどうでしょうかね、ランクは。はい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 。イエス！もうバッチリだ。まあ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 、最低ライン。もうほとんどできれば S ないんじゃないかな。 SZ 欲しいとこだけど、まあまあまあ、でもこれ初見じゃ B ランクでしたからね。 A ランクでクリアできてよかったよ。まあ A ランク以上クリアだと僕は満足できますからね。あの PQ を眺めてるときニヤニヤできるから。逆にちょっと A ランク以下がある場合、ちょっとムッてなるからね、俺は。
OK、今回もですね、まあ B ランクでクリアしていた P 級を、プレイしてみましたが、無事 A ランク以上取ることができました。A ランクですね。次回の実況もですね、またこれ B、A ランク以下のね、P 級があれば、クリアしていきたいと思いますのでね、いっぱいあるのでね、これ見て、めちゃくちゃあるからね、ほとんどがそうだからね。だから、悪いランクのやつはね、またやっていきますので、次回の実況お楽しみに。じゃあ、グッバイ、また、あ、ウォー、乳首、なぜ